浜大です。本日はエースから守護神でございます。本日やっとですね、連敗を抜けて久しぶりの動画が作れました。嬉しいな。なんですけど、この中日3連戦、実は私映像を見れてなくてですね、ファイターズ系 YouTuber としては非常に恥ずかしい話なんですけれども、まあ、うちテレビないんですよ。ネット中継見れるとこなくてですね、なんで文字面を追いつつ各種ネットに転がっている映像をかき集めて、まあ見たつもりになっているという状況でございますので、まあ、本日お話しするんですけど、ぜひとも皆さんの感想をね、今日は特にコメントいただけると私がとても嬉しい気持ちになりますというところです。でもしね、なんかお前それ違うぞというところがあればどんどん指摘してください。本日のアジェンダは田中正義最速更新、エゴシ版と噂はヒット、噂はアリエルバッテリーで8回1点、メンバーシップのコメント抜粋、本日の裏心情、想像通り要注意、細川誠也守備固めの是非でございます。それでは本日も語っていく。はい、まずは田中正義最速更新でございます。本日ですね、9回に登板した守護神田中正義投手なんですけれども、1点差の厳しい場面最近多いんですけど、なんか安定してきましたね。9回裏2アウト追い込んでからワンバンになったまっすぐですね、こちらがなんと157キロを記録しまして、田中正義投手の最速を更新したということでございます。まあもちろんね、球速が全てじゃないですから、まっすぐが速かろうと抑えなければ意味がないしね、まっすぐ遅くて名投手たくさんいるんですけど、ただジャスティスはね、もうまっすぐバンバン投げていくという投手ですので、まあまあ早ければ早いほどいいですね、正直。となってくると、これからさらに暖かくなってくるわけですから、田中正義投手の球速ももう 1,2 キロ上がってくるかなというふうに個人的には読んでいます。まあただね、まっすぐが速いピッチャーは肩とか特に肘とかね、負担かかりやすいんで、そのあたりはケアしてほしいんですけれどもね。ただ正義投手のピッチング見ていると150キロ中盤、ここがデフォになってくるとさらに打たれなくなるんじゃないかなというふうに思います。まあ本当ね、コンスケも打ちまくってますから、あっちでまあまあお互いにいいトレードFA になったかなというふうに思います。お次、エゴシバンと噂はヒット。3回表ですね、ノーアウトから上川畑選手がヒットで塁に出ましたが、この時ね、8番のエゴシ選手に回りました。でこれね、セリーグではよくあるんですけど、9番が投手なので、普通は8番に打たせるしか選択肢がないわけですよね。ただここで新庄監督はバントを選択ということでございました。まあここはね、賛否両論ありそうな気はするんですけれども、いいか悪いかは別として、エゴシ選手の三振率と噂投手のバントのうまさというところを考えた時に、1番の加藤豪介選手に2アウト2塁出ます。この確率が高いのはエゴシ選手のバントかなと踏んだんじゃないかなと思います。まあエゴシ選手バントうまいんでね。まあただ結果的に噂投手がなんとヒットでつなぐっていうね、バットにボールが2回当たるようなね、ラッキーヒットでしたが、チャンスメイクをしました。で加藤選手の同点撃破につながりましたので、最高の采配と言っても過言ではないかなというふうに思います。まあ、私の読みはね、さっき言ったことなんですけど、これがもしね、上沢投手の打撃力を計算してこのヒットまで想定していたとしたら、それはやばいですよね。お次、上沢アレールバッテリーで8回1点、清水選手が2軍に落ちたので、今シーズン初めて上沢とマルティネスでバッテリーを組みました。結果的に8回1点とエースとしての活躍を見せた上沢投手でございましたね。非常に素晴らしかったですし、マルティネス捕手はね、本当捕手としての能力高いなと、リードの能力も高いんだなというふうに改めて感じました。まあね、打力も守備力もこのオーダー高いんで、ファイターズの中では星マルティネス、このオーダーが最強なのかなというふうに思います。でアリエルはあと1投と組めばローテ投手全員とバッテリーを組んだことになります。ただそうなると本当にアリエルの負荷が大きすぎるんですよね。まあ、キャッチャーってね、もちろん最も守備負担がかかる扇の要ですし、打撃面ではクリーンアップを打っていますと。でバッティング面ね、アウトコース流すのが超うまいんで、どうしてもインコースにボールが集まりますとなってくると、正直相手からするとね、もうアリエルにはぶつけるギリギリぐらいのボール投げていた方が、まあいろいろとアドが取れるのかなというふうに俯瞰してみると思いますし、現にデッドボールが多いなというふうに思いますね。でこれからもデッドボールの多さというのは避けられないのかなというふうに思います。なんでこの先を考えると、アリエルがデッドボールで離脱する、怪我で離脱することも考えて捕手を設計した方がいいと思っていて、アリエルが抜けた時に捕手伏見プラスアルファですね、ここで1軍を引っ張れるようにしておかないといけないと思うんですよ。なんで今1軍にいる梅林選手、2軍の宇佐美清水、まあ、あと一応郡選手、このあたり、ここの争いというのがシーズン終盤に後々響いてくるんじゃないかなというふうに思ってます。アリエルの怪我問題はね、多分避けて通れないと思うんですよね。お次、メンバーシップのコメント抜粋。本日もメンバーシップ盛り上げていただきありがとうございました。コメント抜粋していきます。8000万でしたよね、アリエル。
そうですね、今年の年俸8000万円くらいだと思うんですけど、まあ予想なんでね、アリエル選手。ただ1年契約なので来年はどうかなと。ファイターズ的にも最低ラインが2億、そこからの争奪戦のような形になるんじゃないかなと思います。ただキューバ政府が入って契約をするので、まあそのあたりはどういう動きになるか分かんないんですけれども、ちょっとね出ていかれると困るような戦力になりつつありますね。北海道文化放送で中継した時の成績、0勝3敗という記録を今持ってこられましたね。これフォロワーさんが持ってきたらしいんですけれども、はい、それに対して今日ここで1勝するんだよということでね、もう記録は破るためにあると、はい、いうことで本日ファイターズね、北海道文化放送の中継ですがちゃんと1勝しました。ここから連勝をね積み上げていきましょう。岩崎よしみさんが甲子園でタッチ歌ってる、これなんでですかね、なんかイベントかなんかあったのかな。まあ時間が経過しても相変わらずうまい、そんな岩崎さんでございますね。はい、やっぱり日ハムをみんなと応援しながら見るのは楽しいですな。うん、そう言っていただけるとねありがたいですね。まあこうツイッターとかで実況しながらねワイワイガヤガヤ見るのいいと思うんですけど、まあ、うちのメンバーシップのディスコードはね本当にいい人ばかり集まってるので、こう和気あいあいと触れ合いながらコメントし合いながら試合を楽しめるというところで今後も楽しんでください。ね、あれ牧野和也さん、そうですね、今日は新庄監督の顔が描かれた T シャツですね、趣味いかれた T シャツを着て今日も着てらっしゃったみたいでございます。どこの球場でも現れるアイドルでございますね。お疲れ様です。ジャスティス来てくれてありがとう、ね、仕事終わり試合見れなかった方もいらっしゃったんですけれども、はい、試合結果素晴らしかったので良かったです。本日も盛り上げていただきありがとうございました。続きまして本日の裏新庄でございます。さてさてやっていきます。本日の裏新庄、試合の特定の場面を切り取って新庄監督の心情を妄想しようというコーナーでございます。今日の試合で切り取るのは4回表2アウト1・3塁、1塁ランナーが牽制アウトになる間にホームシールで決勝点を割ったシーンでございます。まあ、このホームシールっていうのはビッグボス、まあ、現在の新庄監督にとってはあんまりこう珍しい奇策ではないんですけれども、今日のホームシールは昨年までのこうゴリ押しの勝つこなせみたいなね、そういう奇策とは明らかに異なるものでございました。でこの場面のポイントは3塁ランナーが先に2塁してたことなんですよね。まあ、普通だったら3塁ランナーが先出てたら刺されるじゃないですか、あいつ出てるぞってね。まあ、でも刺されなかったわけですよ。でこれね運がいいとかじゃなくて相手が左投手だったからなんですよね。で左投手って基本一塁側を向いてねピッチングするので一塁ランナーへの牽制がしやすいし、牽制アウトとか盗塁阻止率っていうのが高い傾向にあるんですよ。まあ当然ですけど、ただ一方ね三塁側が背中側に当たるのでスクイーズとかでランナーが飛び出してもなかなか気づけないっていうね、まあ、そういう状況がありますと。で今回のケースではその逆転取って三塁ランナーを先にスタートさせてでも気づかれないと。で一塁ランナーがちょっと出すぎて牽制を誘って自分は二塁で刺されに行く代わりに三塁ランナーを確実に返すと、そういう作戦だったわけです。本当このワンプレーはね新庄監督が去年から積み上げてきた、ずっとやりたかったことですよね。そしてそれが叶うチームを作り上げたことの証明だったと思うんですよ。この新庄剛志っていう選手はですね、昔オールスターでホームスチールをしたことがあるんですけれども、その時実はただ思いつきでやったんじゃなくて、キャッチャーとかピッチャーの特徴を捉えた上で首脳陣と念入りに打ち合わせをして、あの奇策を実行したんですね。本当新庄監督、新庄剛志という男はね、そういう男なんですよ。一つの奇策、一つの面白いプレーを思いつきじゃなくて入念に種をまいて成功確率を少しずつ上げていってここぞの場面で仕掛けるっていうね、そういう勝負師なわけですよね。で今日はその新庄剛志らしいシーンというかね、去年から奇策を連発し続けてつけたイメージ、そしてそれに対応していった選手の成長、技術、メンタリティ、巻いた種がやっと芽を出し始めたと、そういう瞬間だったのかなというふうに思います。まあ心情を察するに今日はお酒が美味しいそんなね試合だったと思うんですけれども、明日デーゲームなのでほどほどにしてほしいですね。新庄監督お酒飲まないかな。お次、想像通り要注意、細川誠也。さてさて昨日の動画でもね取り上げたんですけれども、中日の細川選手ですね、はい、マジでやばかったですね、うん、正直この2連戦あと2連戦彼をどれだけ抑えられるかっていうのがこのカードの勝敗に直結するというふうに改めて感じました。本当ね彼がね横浜で花開いてたら本当どうなってたんだろうというふうにゾッとしますし、でも中日だからこそね今の成績があるというふうにも思うので、現役ドラフトあってよかったねというふうに思います。本当明日以降もね注意深く勝負する必要があるというふうに思いました。お次、守備固めの是非。新庄監督の特徴として終盤の守備固めがあると思うんですよね。で結構監督によって分かれるんですけど、新庄さんはもう1点差だろうと容赦なく主力を変えていくというのが比較的あるかなと思っていて、まあこれに対してねネットで賛否両論見るんですけど、個人的にはある程度はいいかなというふうに思っています。というのもねやっぱファイターズには谷内選手がいるので、谷内をサードセカンドに入れると一気にこう内野が締まりますし、
今はね、石井選手もいるのでより硬くなるんですよね。で、2人ともバッティングそんなに悪くないので、まあ、入れることによる打撃力の低下っていうのも、まあ、最小限で済むかなというふうに思います。で、センター守備はね、江越選手も入れたいですしね。で、ファイターズって、まあ、エラー数めっちゃ多いんですけど、まあ、実は終盤のエラーはそんなに多くないんですよね。なんでこの守備固めっていう戦略自体はね、功を奏しているのかなというふうに思います。まあ、追いつかれた時がね、やばいんですけど、ただファイターズの勝ちパーは結構いい数字残ってるので、まあ、今後も8回以降であれば守備に振ってもね、いいのかなというふうに思います。あと最近復帰し始めた山田遥選手、彼がね、1軍に来るとより選択肢が増えると思うんで、そのあたりも楽しみだなというふうに思っています。ということで語ってまいりましたが、皆さんの本日の試合に対する感想をぜひともコメントで教えてください。今後もファイターズに関する動画毎日出しておりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。メンバーシップ加入もご検討ください。ではまた。